Thank you.
初めましての方は初めまして、そうじゃない方も初めまして。4回生の上田優斗です。どうも。今日は最後のライブということで、世界最強の、ね、メンバーを引き連れてきました、一番かっこいいライブやります。最後までどうぞよろしく。次の曲やります。東京流星。
僕たちを選んでいただいてすごい光栄ですね。まあ僕と佐藤もこれが、まあ、ラスコンバンドみたいなもんなんで、最後にかっこいい姿を後輩に見せて去りたいと思います。残りよろしくお願いします。もうちょっと喋っていいですか？とね、まあ、緊張しますね、こうやって最後ってなったら。僕も音楽結構長いことやって、吹奏楽10年以上続けてるのと、まあ、ベースは8年目か9年目かぐらいになるんですよね。で、まあ、吹奏楽やってたから言うかどうかも分からんけど、まあ、大人数で演奏するのとか、まあ、いろんな人と演奏するのがすごい好きで楽しいなと思って、で、この全体の録音が入ってみたら、同期が僕ら最初40人くらいいたんですよ。今21人くらいかな。で、まあ、1回の終わりくらいでもすでに30人くらいになったんですけど、まあ、できるだけいっぱいの人とバンド組もうと思って、まあ、同期片っ端から声かけて、ベース、同じベースの人を何人か組めてないんですけど、まあ、それ以外は僕組んでいただいて、ライブにも出させてもらうことができて、まあ、すごい楽しいなと思うんですね。で、その、まあ、やっぱ僕がいっぱいライブ出てるのも、まあ、よく思うというか、あいつなんかいろんな人とばっかりやってるなみたいな思われてたこともあると思うんですよ、多分。まあ、こんななんか人がいっぱい集まるところやから、その、なんて言うんでしょうね、その考え方というかね、音楽の楽しみ方にその違いがあるのは当たり前と思うんですけど、まあ、音楽なんか所詮娯楽じゃないですか。楽しいと思うようにやればいいんですよね。自分が楽しいライブをして、それを見て楽しいなと思ってくれたら、まあ、ボケモンかなというふうに僕は思ってます。はい、楽しいライブできるかな。できますよね。できそうです。じゃあ楽しい曲やります。Yeah.
るみたいですね。ああビンゴ大会これ捨て欲しかったな。トイレットペーパー結局何に当たったんですか。まあ5人ぐらいいいね。何も当たらんかった人からしたら1個当たるぐらい羨ましいと思いますね。どうでもいいか。あれ終わったん。ちょっとね、遠くないですか。もっともっと前に来たらいいんですよ。そうですよね。疎外感ちょっともう眩しくて見えへんからね。これぐらいまで来てくれるとね。うえ、近いな。皆さん盛り上がってますか。ついてこれてますか。 Are you ready?もっちゃん乗り遅れますよ。 It's too late! カモン佐藤 曲中の残り2曲です。
最後まで、ね、楽しんでいってください。A song for you.
します。